大体誰彼が優勝するっていうのがなんか大体絞れてきたね、うん、まあ、4連勝してるやつが結構増えてきて、まあ、下の方が4連勝してる増えてきて、でまあいろんなその相撲部屋の話もいろんな話を聞いてきてね、うん、でも本当今一番強いのは誰か教えてあげようか。はい、誰ですか。優勝、いや優勝もできないんだけど、はい、誰が一番強いかって言ったら今一番強いのは白鵬が一番強いやっぱりなんですか、うん、やっぱり、もうなんか意地でも稽古場にずっと、はい、うん、顔出して、はい、ほんで回しつけて胸出してるらしい、うん、だからその伊勢浜部屋でだから稽古して一番強いのは白鵬だって。すごいですね、全然だから、まあ、照ノ富士は、まあ、稽古できないとしても稽古場で、ほいでそこでこう、まあ、いろんなね自分のところの弟子もいるだろうし、いろんな、うん、だからもう外出るのも朝富士に全部チェックされるからあんまり出れないし、じっと してんだって反省の日々で、だからやっぱそういう頭にこうバッと言われて、やっぱそういうことでやっぱ分かることってあるんだろうね。でそこでそれで一番もう40近い力士で一番頑張ってる力士がいるんだって。おそれがね幕内のケツポでね、はい、いる宝富士、うん、宝富士が今ずっと頑張ってんだって。でそれで何番勝ってんのかなと見たらなんと4連勝してる。そうですね、うん、箱にずっと胸出してもらいながら、まあだからいやでもそんな嫌な顔せずに稽古どんどんやってるなと思って、その圧力どんどんついてね、普通はずっと胸出す方の人間が胸出されてるわけだから、それはちょっと圧力もついてきたら強いんじゃないの、もうひょっとしてあるかなと思うけど、もうそういう話を聞くとね、ああコツコツ頑張ってんだ宝富士はすごいなと思って、うん、地味だけどって。あとだからもうねえ、あともう言った通りになったでしょ。だから結局まだね大関以上だったらば、まだ初日は負けたけどまだ、うん、結構腰を合わせてくるよって、あの琴桜ね、はい、今3勝1敗心配ないでしょって言って、だもうみんな休場していなくなって、そうですよ、ね、で高安2連勝してると自分言ってて、はい、いけるかなって思って一勝して、ね、はい、いけるかなと思った瞬間だって腰痛で休んでるわけでしょ、はい、あと何、俺ちょっと見てないけど相撲見てるけど、その星勘定見てないけど全勝誰なの。湘南の海4勝0敗です、うん、前に出だしたけどでもちょっと脇甘いからちょっと入られるとちょっとどうしようもないかな。御嶽海、御嶽海も全勝です、うん、全勝だよね、はい、でもなんかもう最後の方はちょっとうまく帳尻合わせて八百長して、ね、11連勝とか12連勝したらちょっと分かんないかもしれないし、11勝1敗とかね、本当全勝はそんな感じですかね、うん、宝富士分かんないんじゃないの、なんか、うん、そうですね、いいと思うよ、面白いと思うよ。だってそうやって箱と毎日もう稽古、箱に稽古つけてもらってさ、ほんで一番強いって言うぐらいだから、ああすごい一番強い箱君に稽古ずっとつけてもらってて休まず、まあ頑丈なんだろうね。だから頑丈だからやっぱり大したもんだよね、体が頑丈っていうのはやっぱり、うん、なんか昔のなんか青葉城さんとか言って頑丈だったから、そういう頑丈な相撲取りなんだろうね、うん、元横綱と本気で稽古つけてもらっても壊れない、うん、そうそう頑丈、うん、で今だって熱海富士何勝してる、優勝戦線じゃないの、3勝1敗か2勝2敗ぐらいじゃないの、どうなの、なんていうの、熱海富士なんかでもなんかいい相撲になってきたなと思った初日2日目とかね、勝った相撲はね、バーッと一気に出てね、ここは白鵬的、白鵬的じゃないや、宮城の親方のやっぱり稽古を聞いて、稽古を聞いて、白鵬ね、あちゃんと真面目にやってんだ、うん、やっぱこう上から押さえつける人がいたらやっぱり
そうやってやっぱこうちょっとずつはやっぱ宮城の前の筑波山さんじゃちょっとやっぱ教えられないもんね。うん、よかったんじゃないの。たらればなっちゃいますけど、うん、最初からこうやってればっていう。最初からだからまあだからまあねえ、それがだからまあうちの先代の藤島親方かとか、はい、あとねえそういう親方だったらまたちょっと違ったんだろうなっていうのはある、ね、うん、多分あれわかんないですけど、うん、まあ、親方がそう厳しい稽古してくれば、うん、弟子たちもその弟弟子をちょっといじめたりとかする余裕とかも気持ちもなくなる、うん、そうね、それやっぱ土俵つけて回しつけて胸出すべきだなっていうのは、痛いけどね、胸出すの本当に痛いんだよ、もうやめた時もう肌が弱くなってるから本当にバチンと当たったらもう血が出るわけ、いっぱい胸から、うん、こう一度引退しちゃう、引退してちょっとやるやつの、もう肌皮膚がめっちゃ弱くなってるから、そんな変わるんですか。そうそう、もうバタッと痛いとか言ってっていうのが、ね、うわーとか言って、親方だから痛いとは言えない言えない、巻いちゃったらもうこう皮膚も熱くなるしね。あ、じゃあお前らあとやっとけってかっこいいこと言いながら裏では冷やしてるとか、そういうのあるよ、ね、だからずっと胸出してるっていうのは、まあね、ちょっと見直したかなっていうところあるよね、うん、でもそれだけやっぱり本気で宮城の部屋最高を考えてるっていう、うんうん、そうだね、まあ、本当にそういう気持ちでなってくれればいいけど、やっぱりね、まあ人間だからやっぱりある程度また上上がったらまた虫が湧いてくるとか、ね、うん、あるからね、うん、やっぱり前おっしゃってたじゃないですか、その合併でやる気のないやつとやる気のあるやつの差が大きくなる、うん、10人ね、はい、でもね、炎鵬なんかでも頑張る気あるけどもうずっと休まさせられててね、うん、であとまあ若いからどっか遊びに行きたいとかいうのあるじゃん、まあ炎鵬はある程度先輩だからいいけど、もう入ったばっかりのこうなんかもう宮城のやり放題だったから、で今もちゃんともうチェック入れられてどこ出ていくにも全部言わないといけないから、で行ってもう隠れてこっそり出かけたりして後で見つかったらすげえ、うん、その朝藤がネチネチ怒るみたいだから。それはそれでいいと思うけどね。で、今場所の優勝は俺言わなかったじゃん。そうですね、分からない。言わなかった。もう一回だから、今場所の優勝は、幕尻のケツじゃなかったっけ、それ。宝富士。宝富士。16だから、ケツから2番目ですね。あ、違うんだ。幕尻だったら面白いんだよね。そう。いや、意外と幕尻で、だ優勝してるのって、だから俺でしょ。はい。だと、この間のタケルフ。竹内も幕尻だっけ、幕尻俺の時史上初って言ってたから、はい、だからそれから比べたらだって俺でしょ、徳勝龍でしょ、で照ノ富士が一番ケツっぽで優勝してるわけよ、んであと竹内だった4人だから縁起いいんだよね、うん、一番ケツっぽだったら縁起いいからちょっと聞いたのよ、縁起がいいからもしかしたら一番ケツだったら縁起がいいから4回でしょ、俺からだから5回目もあるかなとか言って、うん、いうような気持ちだから決意があるんだ、はいはい、でもなんかちょっと応援したいよね、そうやって、はい、もう40近いのに、うん、こうコツコツやってるっていう、うん、意外となんかねえ八百長バンバンしそうな相撲取りかなと思ってたら意外とそういうこと一切してないとかいう話聞いてるとやっぱりなんか意外と応援したくなってくるよね、うん、しそうな雰囲気のもうしそうななんか八百長好きそうな顔してるけどなって、人を顔で選ぶなよお前はっていう感じだけど、今場所優勝予想は宝富士で、うん、宝富士で行こうよ、もう面白いじゃん、だってそれなんか湘南の海もなんかいい相撲取ってるけどね、うん、でもやっぱ上位では通用せんかなと思ってね、だから一番ケツポだったらもう本当にギリギリまでだからいけるじゃん、なんかこうそうですね、そうそう10日目ぐらいまでは結構上位まで当たんないじゃん、はい、でも
その前に湘南の意味が先当たるじゃん、はい、上位と当たって潰されて、だから本当に 2,3 番だから 2,3 番いい相撲取れて、ほんで3勝3敗ぐらいで12勝3敗ぐらいでっていうパターンだったら優勝のチャンスあるよね、うん、であとは勝負運じゃないですけども、うん、最後の方で、うん、今までずっと辛抱してきた運気が全部回ってきたらよかったねみたいな感じになるだろうし、やっぱ運ってあるからさ本当に。あとはもう霧馬山は本当もうね、もうなんかもう大関落ちるんじゃないかなっていうような相撲を取ってるよね霧島で、うん、あ今俺なんて言ったの、霧馬山、あ霧馬山ってもう霧島やめて霧馬山に直した方がいいよ戻ってって、うん